ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。Nゲージをやりたくなって、トミックスのレールと、フレキシブルレールをぐるっとループさせてみました。リニア出発。脱線して、転覆した。動力車だけで、走らせてみよう。うまく走るぞ。あ、やっぱりここで脱線か。フレキシブルレールの継ぎ目は、どうやって処理するの？左側のレールが、わずかに下に。トミックスレールとの継ぎ目も気になる。47の高周輸送で、もう一度走らせてみるぞ。うまく通過してる。高架橋を早く作らないとだなー。次は貨物を引いて、走らせてみよう。いい感じで走ってる。次は、西武5000系レッドアロー、高種輸送だ。これは、脱線したー。やっぱりこの継ぎ目か。ご視聴ありがとうございました。